ロデリック・マキノンは、アメリカ合衆国の分子生物学者、生物物理学者、ロックフェラー大学教授、イオンチャネルの研究により、ピーター・アグレと共に2003年度、ノーベル科学賞を受賞した。マサチューセッツ州バーリントンに生まれる。高校卒業後は、マサチューセッツ大学ボストン校に進学したが、1年後、さらに科学を学ぶためブランダイス大学に転校した。 クリストファー・ミラーの研究室で細胞膜上のカルシウムの輸送の研究を行って1978年に生科学の学士号を取った。また彼が後の妻であり研究パートナーとなったアリスリーと出会ったのもここブランダイス大学である。ブランダイス大学で学位を受けた後ロデリック・ワタフツ大学の医学部に進学した。1982年に 医学博士号を取得し、ボストンのハーバードメディカルスクールで内科学の研修生となった。しかし彼は医学を治めることに不満を感じ、1986年にポスクとしてミラーの研究室に戻った。1989年、ハーバード大学の助教に任命された。そこではカリウムチャネルとサソリ毒から得られた毒素との関係を研究し、タンパク質の生成と、 X 線結晶構造解析の手法を学んだ。1996年、分子生物学、生物物理学研究所の所長として、ロックフェラー大学に移籍し、カリウムチャンネルの構造研究を始めた。カリウムチャンネルは、神経系や、心臓の働きに重要で、カリウムに細胞膜上を通過させる。彼が研究する以前は、 チャンネルの分子構造の詳細やイオンを伝達することの理由は未解明のままだった。しかし1998年、氷材性タンパク質の構造が未解明だったにもかかわらず、ロデリックらは X 線結晶構造解析の手法を使って最近のカリウムチャンネルの三次元構造を決定した。これにより彼はカリウムイオンがどうして選択的に通るのか。 それよりも小さいナトリウム4がなぜ通過できないのかというチャンネルの選択性についても説明することができた。科学雑誌はこの業績を1998年の科学界の重大ニュースに選んだ。ありがとうございます。